物と金というのは、人がたとえそれを望み掴もうとしても、たとえいくら掴んだとしても、所詮物と金は人の世の絵空ごと。 え空ごとにも幸せはあるだろうが、そうだ、神の子たちに、この古い神、始まりの神、この年寄りが、昔話を聞かせよう。人間とは、人とは、 そもそもがどのようなものであるのかを果たして人は何を望んで生きてきたのか。 人間とは果たしてどのようなものであったのか。人間のあるべき姿とは本来は魂であって。それはすなわち魂を輝かせて生きることであった。 魂とは人間一人一人のそのものであり、本質であり、純粋な人間自身であり、あなた自身の内なる光、内なる光のようなもの、 存在、人間とは本来どうあるべきか、その答えを考えるとき、人はその魂をどう輝かせ、人と人との間で魂はどう魂はあるべきか、その先にある答えこそ、答えこそ、 理想郷。他でもない。どんな人間でも夢見る。夢見る苦しみのない世界。苦しみのない星。生きる楽しみに満ちた星。その世界。皆が豊かになって気持ちよく暮らせるこの星。 そこは理想郷という世界であり、そこにいる人間たちはもう神と言ってよい。そうなのだよ。神の子たちよ。では人間の魂はどのようにして、 輝くのか。まず第一に他人への思いやりというものがある。人の魂というものは他人の魂と響き合う力を持っている。例えば困った ている人がいて、その相手に、あなたが手を差し伸べるのを想像してもらいたい。相手は喜び、相手の喜びは、あなたの心にも響き返ってくるであろう。そして、輝くのだ。 魂同士が繋がるその瞬間には言葉を超えた輝きが生まれる。それを共鳴する魂の輝きという。思いやりを持つことで魂も自然と輝くのだ。 二番目には、魂に嘘をつかないことだ。この時一番大事なことは、他人だけではなく、あなたが自分自身の魂に対して正直でいることだ。人間は時に、世間の期待や周囲の目に、 合わせようとして自分の純粋の心を見失うことがある。しかしそのような時も自分に嘘をつかず真実を見据えて生きることが魂を美しく保つことになる。これを 誠実な魂の輝きと言う。三つ目は、三つ目は感謝だ。人は皆日々多くの恵みを全身に浴びながら、その両手で受け取りながら生きている。あるものは、 家族や友達との時間にそれを感じるだろう。またあるものは自然の美しさ、日常の中の小さな喜びに感謝を感じるだろう。これらに心を向け感謝することで魂は満たされていく。 大事なことは何にもないことにも感謝することだ。何にもないことに感謝する。そんな感謝の心は魂に豊かさと安定をもたらし、人間関係はもとより魂が調和する。 これを魂を満たす豊かさの輝きという。四つ目は許すということだ。人間にはたくさんの人生がある。その人生の中で傷ついたり、裏切られたりすることもあるだろう。 その思いが消えず、消えぬ思いに苦しめられることもあるだろう。しかし、許しとは、許せぬものを許すことだ。許すのは、相手のためだけではなく、自分の魂を自由にするための扉を開くことでもあるから 怒りや憎しみを手放すことで人の魂は軽くなり本来の輝きを取り戻す。これは難しいことかもしれない。しかし、許すということは自分と相手その両人の魂に 平和をもたらすことでもある。これを魂を解放する輝きという。最後に、五つ目は、自己成長させるということだ。あなたの魂は、この人生という旅の中で、 成長することをいつも望んでいる。ある時は人に困り、お金に困り、物事に困り。そうやって困難に直面するとき、試練に直面したその時、それを学びの機会としてあなたは捉えてきたはずだ。 魂の成長はそのような一歩ずつの積み重ねからしか生まれない。しかし、その一歩一歩の積み重ねから生まれた成長が魂をより一層輝かせるのだ。前を向いて進むことで あなたの魂はより美しく強くなっていく。これを魂を磨くたびその輝きという。雨のみなの神、古い神である。雨のみなの神は人がこの世に生まれるのを大いに喜んだ最初の神である。 人とは果たしてどのようなものであったのか。人のあるべき姿とは本来が魂であって、それはすなわち魂を輝かせて生きることであった。魂とは人間一人一人の本質であり、 その純粋な人、自分自身であり。あなた自身のそれは輝き、人と人との間に魂の輝きあれば、その先にあるは理想郷。他でもない、苦しみのない星、生きる楽しみに満ち溢れた星、皆が豊かで気持ちよく暮らせる。 それは、そこにあるのは理想郷という星であり、物と金に縛られることのない、すなわち、そこにあるのは輝ける魂のみ。神の子たちよ、今一度、魂はどのようにして輝くのか、思い出してほしい。思いやり、 誠実さ、感謝、許すこと、自己成長。すべてはすでにあなたのものだ。あなたこそこの世の輝きなのだ。 ありがとうございます。雨の皆主という神は、永遠の過去からね、未来永劫の末まで、自身が光として輝き続けて、私たちをこうしてね、照らしていると言われています。大日如来の分身とも、弥勒菩薩の分霊であるとも言われています。人間とは、 魂の輝きである。思いやり、誠実さ、感謝、許すこと、自己成長。これをね、今一度思うことで、大切にすることで、私たちの魂をさらに輝かせて、豊かな人生を歩むことができます。 私たち一人一人の魂が輝けば、周囲の人たちにもね、その光が伝わって、社会全体が、この世がより良いものになっていきます。魂の声に耳を傾けながら、毎日の暮らしの中で小さな一歩を私たち一緒にね、積み重ねていきましょう。そうするとね、 雨の皆かぬしの神の力もあって、いいことが、いいことが、どん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 、どん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 、いいことが起きる。魂が輝いてくれます。お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。 理想郷にはね、絶対にあなたがいますよね,ね。あなた、いてもらわないと困る。私たちはね、お互い必要なんです。ね、あなたのその高い魂の輝く力で、皆さんの願いも叶いますよ後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますよ。 あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように、見えない力が守っています。大丈夫、大丈夫です。一緒にね、心の中で手を合わせて、手を差し伸べる気持ちで、人を助ける気持ちで、ね、唱えてください、ね。大丈夫、大丈夫です。 それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので次回の動画でまたお会いしましょう。案内人池田宝庫でした。